はい、どうもこんにちは、A ジャーナルです。いつも見てくださってありがとうございます。今日はですね、ノーションのめちゃめちゃ基本になるブロック表記とインライン表記、表記って言い方合ってるのかわからないですけど、ブロックとインラインっていう概念について超簡単に解説したいと思います。で、これはもうノーション使ってる人であれば、いやいやもうそんなの知ってるよって方多いと思うんですけど、まあ、そもそもいろんな解説のね、動画とか言葉を見ていく中で、ブロックとかインラインっていう言葉がね、よく使われてるんですけど、これそもそも何っていうのがね、僕結構最初の方迷ったりしたので、今とかね、最近ノーション使い始めた方の中でその辺疑問に思ってる方もしかしたらいるかもしれないので、この動画を機にですね、ブロックとインラインっていう考え方というか概念を理解していただければいいかなと思います。それではね、今回画面上で見ていきたいと思いますので、見ていきましょう。 A ジャーナル。それじゃあ今日はブロック表記とインライン表記っていうことでお話ししたいと思います。まあ、これめちゃめちゃ基礎的な内容になりますんで、覚えておいて損はないかなと思いますし、初心者向けのね、話だと思って聞いていただけるとありがたいです。で、まずこれ僕ニューページでページを作った状態です。なのでここから解説しますね。じゃあなんかタイトルつけましょうか。今日はブロックとインラインっていうテーマでやりたいと思います。でエンプティページにして、いきます。で、まずブロックって何かっていうと、文字を打って開業すると開業されるんですけど、バーっとこう選択した時に青い2つの四角がね、出てくると思うんですけど、この一つ一つのことをブロックって言います。で、ブロックはいろんな表記ができてですね、じゃあどういう表記ができるか確認するにはスラッシュと打てばいいです。デフォルトがテキストなんですよ。なんで僕ここに文字を打つっていうのはテキストブロックが1個できてるんですけど、もちろんページにしたり、トゥードゥ、あとヘッダーとか、バレットリスト、ナンバーリスト、トグル、コーテーション、ディバイダー、リンクトゥーページ、これまあ1個いろいろあるんですよね。これがブロック表記。書いてありますね、ベーシックブロックスって。これがブロックなんですよ。で、その下にインラインって書いてあるんですけど、これちょっと飛ばしましょうか。でね、データベースも僕はブロックの一種だと思ってます。このメディアとかね、もそうです。ちょっとね、今回はブロックの概念ってことなんで、この辺のバレットリストとかね、ブロックインライン、これもう一回ヒューってやると、今ここ何も入ってないテキストブロックとこういうブロックがね、4つできるんですよ。で、このブロックはここを掴んでこうやって移動することができて、このブロックの横に持ってくると2列にすることができたりします。もちろん3列にすることもこうね、間に入れればできます。で、ブロック単位で色をつけてやったりすることもできるんですね。ここでじゃあグレーの背景選ぶと、ブロックがそのまま色で塗りつぶされたりとか、こっちは文字を青にすると、これブロック全体の色が青になります。こういう一つの塊をそのままの名前なんだけど、ブロックって言うんですよね。なんでページとかもブロックだと思っていただければいいと思います。とブロック表現で一個重要なのは、ブロックの表記方法っていうのは一つだけになります。何を言ってるかっていうと、例えばこのインラインって書いてあるブロックに関しては、これブロックですね、ここブロックに関してはこれバレットリストっていう表現になってるんですけど、バレットリストの中で、違うな、バレットリストと一緒にトゥードゥーリストは使えないみたいな感じですね。この中で例えばトゥードゥーって言ってみても次のブロックができちゃうんですよね。で、これスラッシュしてブロックの種類を変えたい場合って、ターンイントゥホニャララって打つと変えられるんですけど、ターンイントゥトゥードゥーにすると、まあトゥードゥーになっちゃうだけで、バレットとトゥードゥーが共存するっていうことはできないんですよね。なんでブロック表現っていうのは一つのブロック表現っていうことだけ覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、ブロック表記っていうのは、ここでエンターとかリターンキーを押すと次のブロックに飛んで、これ別のブロックになっちゃってるんですよね。こうやって見るとわかるんですけど、ただ一つのブロックの中でシフトをしながらリターンキーとかエンターを押すと同じブロックで開業を表現できます。これ見てみると、一つのブロックの中で開業表現っていうのができているっていう感じですね。で、もう一つブロックっていうのは地下げができます。ここでタブを押すとインラインっていうブロックの下に地下げした
ブロックができます。このインラインっていうブロックの中に、まあ、一つのブロックがあるっていう形になってます。でこの値下げしたブロックも一つの単一のブロックとして扱われるので、これを例えばテストの下に持ってくることっていうのもできます。でじゃあインラインって何ですかと、インライン表現とかインライン表記とかって言ったりするんですけど、インライン表記っていうのはテキスト、ここに文字を打つってあるんですけど、この中、このブロックの中の表現の一部を変えること。これ今僕コントロール B で太文字にしたんですけど、こういうことをインライン表記と言います。じゃあインライン表記もいろいろやり方があってですね、例えばもう一回ちょっと見てみると、ピーッとするとここの一番上は、テキストブロックになるんですけど、この中でもう一回スラッシュを打つとベーシックブロックスの下にインラインって出てきてますよね。これ人に対してメンションを打つと、その人の名前を入れとくとか、絵文字を入れるとか、デートとかを入れることができます。あとインラインイクエーション、これ数式ですね、インライン数式って言われるようなことを入れることもできるということです。まあ、インライン表現でよく使うときは、アットを打って、トゥデイトを打つと、今日のデートをここに入れることができます。でこれは、ここのページ上で、例えばリマインドを入れたりとか、デートフォーマットを変えたりとかっていうことができます。とか、まあ、人に対し、人を打ったりとか、まあ、僕はちょっと個人利用なんであんまそういうことしないんですけど、ページに対してメンションを打つということもできます。例えば、ここのブロックで、このブロックをページブロックに変えたいとしたときにページを打つじゃないですか。じゃあ、テストページっていうのをここに作ると、アイコンつけておきますか。あ、いいですね、音楽のアイコンついて。で、そうしたときに、下の方で、このテストページに対する言及をしたい場合に、アットをつけて、テストって打つと、こうですね、このブロックとインラインページの中のテストっていうページがね、リンクできるんですよ。でこれをポチッと押すとテストっていうのが入りまして、でこのブロック自体は今ちょっともう一回見てみると、ここにブロックがあるんですけど、このブロック自体はテキストブロックなので、さらに文字を、ね、入力していくことができるんですね。テストはページへのリンクを表現して、つまりこれはブロック内のインライン表現を使って、このテストっていうページへのね、言及、メンションっていうのをしてるっていうイメージになります。わかりますかね。で、一方で、こっちのページは、これブロックなんですよ。なので、例えばここに物を書いたりできないんですよ。ここを押すと全部ページの中に入っちゃうんですよ。でもこっちは、ここを押しても入らないんですよね。もちろんここを押せば中にね、入るんですけど、これはこういう書き方をできるのは、インライン表現ならでは。こっちはもう、これはブロックなので、このブロック一つがページなので、これ以上の表現はできないっていう感じになります。これがね、ざっくりとブロックとインライン表現っていう概念になります。なんか前のコメントでもうそもそも画面開いた時に、なんかピンクの色がついててよくわからんかったですみたいなコメントいただいたことがあったんで、今回は超基本編っていう感じで、ブロック表現とインライン表現っていうのを説明をさせていただきました。はい、今日はそんな感じでブロックとインラインっていうね、考え方のね、紹介というのをさせていただきました。まあ、結構この使い始める前にブロックとインラインっていうね、考え方をなかなか理解できてないと、どういう表現が可能なのかなっていうことがね、わからないっていうことがね、もしかしたらあるかもしれないので、まあ、今回の動画でね、スッキリ理解していただいて、ノーションね、さらに使いこなしていただければいいかなと思います。僕はね、全然ノーションのプロでも何でもないんですけど、僕がね、前に疑問に思ったことをこんな感じでシェアできればいいかなと思って動画にしていました。今日の動画はですね、参考になったとか面白かったという方は、高評価、コメントなどいただけると大変幸いです。またチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。Twitter もやってますので、ぜひフォローしてください。何かね、質問とかあれば、Twitter の方でご連絡いただいても結構です。今日の動画はこの辺で失礼したいと思います。A ジャーナルでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。